感じ。いいっすか、コックピットの弁当タスクやったら魚が出てきました。俺たちの力っちゅうのをな、早いねキッチンタウン。エンジン高髪。はい。宿舎誰だっけ？宿舎俺ともう一人誰か。名や、名プテは覚えてるんだけど。うん。おまおじさんに白が出せる。うん。おまおじさんは白だよね。ミーティング登ってるでしょ、多分。登ってます。あ、で、今どこいんの？あ、奥側でボ、数字入れて、まだ出てきてはいないので、多分見えてないと思います。まあ、実施点髪もできないかな。プテライブはどこ行ったの？金庫です。金庫から弁当とかない。金庫から出て宿舎入ったぐらいです。もうかすめたぐらいです、宿舎を。僕ヌー乗ってます。ヌー右にあるので証明できるかと思う。アルゲン貨物。限定で直してます。アーカイブ魚さんと俺やったかな。イエス。で僕はラウンジ行って貨物行ってます。うん、トータスさんは最後、私とアルマさん、トータスさん3人来て固まって貨物の真ん中ぐらいで終わりなんで、うん、まあ大丈夫かな。停電直んのめっちゃ早かったし、停電からのボタン早かったから、なんか本当にキルクル開けて速攻キルぐらいじゃない。アルゲンは 100% 無理で、トータスさんもほぼ無理。てか、赤いバキが来て最強になったら絶対無理。誰敵のじゃこれ。僕か。この私ですね。まあ。魚さんあたりになんのかな。俺シャワー室、タウキ。あ、浮いてる人いるのか。メインがいないっすもんね。ああ。浮き浮き。あ、藤宮どこタウキだ。俺キッチン。キッチン。で展望でダウンロード終わってアップロード始めようとしたぐらい。坂藤。諦めろ藤宮。エンジンはきいないんですよね。エンジンが高が。ガミ高ですね。あ、ガミ高がいいんじゃ。うん。ガミ高って死人潰しも一応あるん。ジャプテも無理だな。あ、それ言い始めたら、まあアルゲンはないか。アルゲンは到達3視点でもほぼなさそうですよね。ないと思う。深読みングアスしよう。深読みングアス。右奥で。深読みングアスするとプテラ高橋さんがベントで、コックピットできるです。とまあコックピット脇をやっぱ誰かが隠してない。高髪の脇つぶしですね。最後の深読みングアス。レアケングアス。レアケングアス。レアケングアス。宿舎は来てないじゃないでしたっけ。メープテオマ。あ、3人いるのか。おまおじさんがそこ右行って、うん、メープテが金庫に入ってます。で、僕はお着替えだけやって、ヌーン乗ってます。乗ってる最中にね、ボタン。え、なんで俺こんな入ったの。あれ、乗らしないのこれ。いや、俺だったら釣ってもいいかなみたいなのあるか。側かなと思っちゃった、どっちかって。なさい。同じく。確かに。そこの範囲だ。素晴らしい。さっさっさっさ。アルマは金あじゃないエレキです。エレキに追った気する。アルマ死ぬのか。めっちゃ近いですよ。5から10秒ぐらい。ごめんなさい。俺浮いてるんで、アーカイブから今シャワーに下ろうとするところで僕シェリフです。まあアルマ死ぬんならアルマゲンのあのラインもないからまあ富士魚ローラーが安牌ですかね。もう富士宮も魚もさシャワーのメイン付近にいるよね。うん、シャワーのタオルタスクにいる魚さんは最後確認してるので、アルマ君はメイン上がってるはず。あ、そうなの。上がってる。あ、プテさんと最後さ5番の袋工事でちょっとすれ違ったやん。はい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 。その直前、ほんま直前にはしご行くアルマ君見てる。あー、そうなんだ。僕除染の中は一応確認してますがいないんで、まあ
じゃあ、トータス3視点でもう何秒以内なのこれ。2、3秒。俺容疑者位置にクソほど入ると思うから先言うけど、俺メインの右側、左側で今エンジンとメイン間の扉を開けて終わってます、ちなみに。で、アルマ見てない。じゃあメインから左には行けなさそうですね。行けない行けない。絶対行けない。扉も閉まってるから。いや、そもそもソータさんがはしご登るアルマを 2,3 秒前にって言ってるから、もうエレキってところかメイン真ん中ぐらいですよ、多分。なるほどね。うん、その場合は高田さんか僕ですかね。まあ弁当は一応あると。キルできないな。高田さんは最初の方にエレキで見ただけで、そこから分かる。メイン真ん中だ。左側ならまあ富士宮視点で。坂野さんどこにいるんですか？シャワーのタオルタスク。そう、シャワーに藤宮と魚を置いて、俺がメインホールで暗室のタスクやって出て、扉を開けた瞬間ぐらいで終わりです。まあ、正確に言うと、エレキのタスクを2つやりまして、うん、でそこからメインホール上がりまして、シャワー室のタオルタスク残っているので入れてっていう感じです。シナ、おまおじってどこ？今、アーカイブからシャーに下るところですね。だってシリフでしょ？で、シリフです。あと1聞いてない。容疑者陣に入ると思ったら先に言ったけど、藤宮は実施点難しいと思うけどね、今回。トータスさんからプテは無理な。無理やと思う。おう。はしごの下におらん限り無理やと思う。アルマ君が降りっぱなしでない限り無理やと思うけど。神さんとゲン、神はキッチン脇で最後まで展望です。ダウンロードアップロードですね。先に石油側に2人ぐらい流れたはずなんですけど、俺がコミサを直してるんですけど、エンジン左の扉閉まってます、ね、意外とする流れかなと思ったんだけど、ね、うん、まあ、今回のキルは魚さんより高田さんの方ができそう、まあ、俺が多分めちゃくちゃ近い、うん、さあ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 、いや早いね、本当に。いや本当にこれ早いんですよね。これなんでかっていうとですね、トータスさんは僕に白を打つでしょ、さすがに。打ってたんじゃない？いや、なんかワンチャンあるみたいなこと言ってたし、なんなら僕はトータスさんが激黒だと思ってたんですよね。エレキの勝ちとかで死んでんじゃないかなって読みだったんですよ、僕視点だと。はいはいはい、はい、その場合はトータスさんがゴリゴリに黒だから、トータスさんが袋小路から出た後どっち行ったかがわからん、右左僕はエレキタスクやってたんで、ガチャガチャやってたんで、最終が3番です。587-4123。いいっすか、コックピットの弁当タスクやったら魚が出てきました、はい。まあどっちかは分からないですけど、人だけ。まあ、あれじゃないですか。まあ分かんないけど。じゃあさっきのキラ厳しそうだから、魚、うん、トータスとかになるのかな、今のグトプテさんのも含めて。マットっぽいですけどね、でも。まあ、俺の主張はさっきも言った通り、うん、アルバ君がはしごの下にずっといてない限り、プテさんは無理やと思うっていう話やったんで。うん。はい、プテさんってこのボタンだって20秒くらいですよね。うん、うん、そうですね。20秒のそのメインの剣の、うん、なんだっけ、富士宮釣りを阻止ボタンです。阻止ボタン。じゃあとりあえず魚さん釣ってマットだった場合、高田さんって白くなりそうじゃないですか。全然白くなりませんよ。まあそれ任せます、みんなの判断に任せます。まあ、さっきのキルは一番このおっさんの言葉に、うん、まあでも魚藤宮ローの流れだから、まあ、一応完全弾きは怖いけど、まあ印象は白い。魚の脇って誰か見てない、このターン。それによってはインポスターか、ね、マットかどっちの方かな。まあまあいいか、まあ、メホルダー、ボロボロダメント入るのはマットっぽいけど、このおっさんを連れ、高田健士を連れ、ボロボロの体を、うん、ちょっと待って。でも魚さんマット買った場合って、期待させんなよ。やっぱでも魚さんマットはあるよね、認めなくね、別に。いや、あの人認めるやろ、この人は認める。やめろ。いいね。Thank you.
さあ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 。おーい、ナイスあらー、すげえ、ナイス、4キルした、あれね、3キルで負けた、3キルですね、強っ、タカラさんマットで、タカラさんイビルは強いわ、俺、富士宮だと思っちゃったな、まあ、そうなるよね、うまっ、鏡だと、宿舎脇で、エンジン脇で、エンジン脇を潰してる感じですね。なるほど、どこでキルするの？あ、ミーティング。ミーティングか。そういうことか。はい、メインのうちミーティング行ってなかった。じゃあ、奥にいたのか。そう、俺が一番最初に入って奥にいたから、紙切るやつ。手前側で切ってるってことか。一緒に登って切ってんだ。そう。なるほど。シンプルに。あ、あなたは一旦誰が押してましたっけ？いや、高田さんがそのまま押してるから、そう、切って下行けしや。そういうことか。強いなぁ。これは、マット差し出しがめちゃくちゃうまかった。1分切るはいいですね。いや、魚だったら乗ってくれるだろうなと。みんな仲良く仲いい人とやるんだぞこういうのはなんかハハハみたいな感じだったから粘んないんだと思ってちょっとアッハーって言ってたもんな、マットいや、うまっ。でも魚さんマットとしたら多分藤宮入れちゃったと思うな。わかる、藤宮君って言っちゃうよね、あの辺り。うーん、うまい。そうです、ボタンで藤宮さん釣る流れかなと思って殺さず待ってたら高田さん殺してて、トータスさんを。あ、そう、もうあのイベルで見てたらさ、ミーティング付近誰もいなかったから、これはボタン入らないから切れるな。うん、やるんだ。トータスしかいなかった。